はい、皆さんこんばんは。それではゴーストワイヤー東京ですね、続きをやっていきましょう。ちょっと前回ですね、あの2つの鳥居をお払いした後にですね、ここにあったアイテムを取り忘れてました。こことあのここですね、よく見るとリワードのところに、この弓のね、この数珠みたいなのが手に入るってことが書いてあって、これこっちもこっちもそうだったんですけど、これ取ってなかったですね。で、今取っちゃったんですけど、何これと思ったら、装備品ですね。今俺、数珠を持ってるんですけど、こっちです。この弓の数珠。で、2個あったんで2個取ったらレベル2になって、弓の攻撃力が 40% もアップするみたいです。にゃるほどって感じですね。で、今、数珠1個しかつけられないんですね。で、このやっぱ風強いので、弓もいいんだけど外せないから、ちょっとレベルアップをしようかなと思います。レベルアップ。今41溜まってるので、これでまとめて経験値いただきましょう。でも5000体、あんまり数いねえな。思ってるかいなかったな。オッケー。6万5000体でしょ。レベル26になりまして、スキルポイントもゲットしました。で、今50あるので、この中の数珠をこう、はい、たくさん装備できる、3つ装備できるみたいですね、を買っておくのと、弓は強いけどな。これね、私、技に結構全振りしてるんですね。幅を広げたショットか、微妙。同時に3体です。もう、勾玉結構溜まってっから、開けちゃって。貫通。連射速度アップ。まあ、通常の方はどうだ？コア引き抜き、体力回復。うん。もう、お安いポイントだからね、この辺上げててもいいよね。コアの露出時間が長くなる。近接コア抜き。まあ、これやってみるか。近接コア抜き。エーテルはね、ジャスガとかやらないからね。ダウンコアの引き。ダウンコアの引き。まあ、これはまあ、後でいいでしょう。とりあえず、やっぱちょっと、弓速度上昇とか上げちゃうか。で、ここは札倍増。ちょっとずつパワーアップさせていきましょう。食べ物も増やしていきます。まあ、細かいアップデートをしておきますと。はい、すいません、時間かけちゃって申し訳ない。感じじゃねえか。ありがとうございます。でサブクエをやりつつ目的地に向かってみましょうか。うおー、この辺人多いな。ここは霧があるんだね。ここには霧があるので、ここは遠回りしていきましょう。この光の柱こそが世界の礎。あれだ。で、途中にサブクエがあるはずです。よし、しゃべんな。途中でサブクエがまっすぐ行って、ちょっと横行ったところにサブクエが発生してるっぽいですね。それも回収しつつやっていきましょう。クエー。あっちにも結構幽霊いるじゃん。これ幽霊回収だけでも結構本当に。まだ20万人ぐらいいるからね、幽霊ね。信じらんないよね。意外と私は作業を頑張ってきたんですけど、裏作業ですね。まだ20、あ、これは届かねえな。これは後にしよう。あ、見えてきましたね。ミッション、血を吸う桜ってやつですね。真っ赤な桜がある。確かに血を吸ってそうだ。血吸う太郎か。これがサブクエですね。どうすりゃいいんだ。
どうした？見てくれよ。一本だけ赤い桜が咲いてるだろう。うん。本当だ。赤い桜なんて初めて見た。それにこんな時期に桜が咲くなんて。あの赤い桜も以前は普通の桜だったんだ。うん。なのに年中赤い花を咲かせるようになって。死体でも埋まってんじゃねえか。それ以来他の桜は咲かなくなってしまった。俺の桜がどうしてこんなことに。公園の真ん中にあるな。おそらく血を吸って赤くなったんだ。やっぱりそうか、血を吸う桜か。根元に死体でも埋まってるの。ああ、埋められた奴の怨念が桜を怪我してるんだ。払うまで他の桜は咲かないだろう。なるほど、任せろ。なんかでもいそうだな。他にもなんかいそうなんだよな。なんだ、やっぱり出てきたか。いたか。弓は強いぜ。赤い、撃っちゃった。コア引き抜きしたかったのに。近接コア引き抜きをやってみたいな。はいやー、はいやー、ほいほい、よいしょー。まあ別に近接しなくてもいいけどね。まあ早いんだな、近接の方がな。数が多い、数が多いな。もう一匹。終わり。オッケーです。やったな。さてと。この桜を直すのは。庭師には荷が重いな。桜の汚れを払うぞ。オッケー、陰を埋めさせていただきやす。あいあいがされた感じだね。解放。ちょっとレスが遅いんだよね、ボタンを押してから。綺麗な桜だ。おお、満開だ。素晴らしい。いい景色だな。いい景色じゃねえか。どうですか、じいさん。綺麗だな。久しぶりに俺の桜を見れたよ。花坂じいさんなのか。ですね。ああ、この桜だけは変わらず咲いていてほしいよ。桜を見せてくれてありがとう。成仏してくれよな。よし、結構いるな。離れてる。吸えたかな。よかったよかった。まあすぐに住んでよかった。誰もいない夢。昨日なんだけど、私が一人で渋谷の429にいてよく見たんだけど、店員いないんだよね。はっと思って周りを探したけど、店員とかじゃなくて客もいねえの。え、何これって。429の外出したらさ、誰も歩いてないの。昼間だよ。マジ？ってことは目が覚めた。すげえ怖くね、この夢。まさ夢なんだよな。それまさ夢なんですよ。すごいね、予知夢を持ってた。ん？そういえばさっきカーンって言ってるね。待って、これお地蔵さんあるな。
あった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 。ファイヤー焼いてないか。おドロップキック、いいぞ。死んだ。あったね。地蔵がふこんなもんか。ちょっと火を使いすぎたか。ちょっと火に耐えすぎてるとこあるな。次行きましょう。もっと風を使わないとね。風の威力ちょっと弱いんだよな。あ、これは悪いところに出くわしちまったぜ。数がいりゃ、あ、でも威力ある、十分。向こうで吸ってる？おい、何してんだ。増援が来たぞ。場所がやりづれえな。バージ。場所がやりづれえな。うえ。あ、痛い。お、見えた。吸われてる吸われてる。場所が悪いなおい。吸われてるな。おい、やめ。99、50、70、 OK、 OKOKOK、 手に負えない数だな。ちょっとね、場所悪かったね。戦える見通しが悪いとこで、ただ敵は弱かった。ありがてえ。続いてはこう真っすぐ行って右ですね。そこが現場だ。現場はもう少し。ああ、ほいほい。男の子早いな。ここが現場ですな。この近辺にどっか、あ？電話鳴ってるぞ。ちょっと待って、でもいっぱいね、ワンマンもいるしね。よし、いっぱいいろんなのがあるな。慌てずに、これだよこれ。ワンちゃんワンちゃんもいるし、お墓もあるな。お金くれんの？あざっす。ちょっと待って、ここに一匹いて、幽霊も何体かいるな。即。それでいい。これよく見たら、お札貼って除霊してっから、あれか。経験なくても、印刷みたいなのができたのかな、これもしかして。霊の力じゃないかも。ね、よし、ついついゴーストの元行っちゃうな。電話の音、奇妙だな。まあ、多分この電話だろうね。あれ、間違えてる。はい、解放します。解放。まだ奥のもいるのか。
この電話が鳴っているみたいだ。あ、これか。もしもし。一匹狼が他人の体の中に収まってるのは大変だろ。これは。え？あ、ごめんなさい。あなたじゃないわ。あなたの中の彼に言ってるの。リンゴか。お互いくたばり損なったみたいだな。相変わらず口が悪いな。でも無事でよかったわ。霧の発生源は戦国センタービルの奥にある。え、ずいぶん親切だな。お世辞はいいわ。急ぎなさい。戦国センタービルだって。次の目的地はそこってことか。これリンコさんですね。リンコさんじゃなくて。リンコのやつ、こっちが拍子抜けするぐらいだ。なんで？優しいじゃん。親切なのがそんなにおかしいのか。ああ、おかしいぜ。なんか裏があんのか。戦国センタービル、あ、こっちか。ちょっとじゃあサブクエだけちょっとやってっちゃいますね。またここに幽霊、中にもいるな。幽霊回収は本当に。トイレ？トイレがどうしたの？公園のトイレにいつも人が入ってた。あのトイレが開いていたら。どうしたの？しかもずっとこの世のものとも思えない声がしてた。何かあるかもしれないね。悪霊かな。トイレかよ。気が進まねえ仕事だな。この人何？うんこを我慢して死んじゃったの？うんこを我慢しすぎて死んでしまったのか。それは成仏しきれねえな。よし。トイレ。すげえ踏ん張ってんぞ。トイレットペーパー。はい。すいません。これはすごく悔いを残したんだろうね。髪がなくて死んでも死にきれなかったのか。すいません、もう一つもらえませんか。お前どんだけだよ。どんだけ髪を使う気だよ。まあまあ、悔いがなくなるまで使ってもらおうよ。女子トイレだ。そしたら次は。マジか。あ、清掃中だ。どっかにこの辺の紙あったあった。エナジードリンク、トイレにあるやつ。はいはいはい。とばお待たせしました。急にバカ芸感出てきましたね。なん吹きすぎだろ。地になるよ。お前。結構髪残ってんじゃん。あのままだったら死んでも死にきれないもんね。気持ちはわかるよ。最初に髪があるか確認しとけよ。何だったんだこのクエスト。死んでも死にきれない言われてもな。あのトイレ開きましたけど。これでようやくトイレに行けますね。ということはお前も悔いはなくなったんじゃないか。成仏しちゃった。へえ、トイレ行かなくてもいいんだ。
トイレに。ワンちゃんとかこれどうなんだろうな。ワンワンたくさんいるんだけどさ、いすぎだよね。一回一回これドッグフード与えていかなきゃいけないのか。正直大して お金になんないんだよね。お食べ。でもこれワンちゃんをこれドッグフードあげた数によって何か後で恩賞を受けるのかな。正直小銭ばっかりじゃあんまり手間暇考えたらちょっとめんどくさいだよ。いや別に犬に餌をあげること自体がめんどくさいって言ったわけじゃなくて、このゲーム的にね、ゲーム的によし。お食べ。食べ物だ。慌てずに食べな。なんかもっとアイテムくれればいいんだけど、小銭ばっかり。あ、お腹空いてたんだね。じゃあそれは開けた方がいいな。まあ、全部の犬になんか、いや、餌を与えると多分何か実績もあるかもね。よし、行きましょう。ちょっとちょいちょい幽霊残ってるけど、それは後で自分で回収しときます。それよりも先へ進もう。あれなんか グラブできねえと言っても目の前の幽霊はさすがに取ろうか。よし、さっきの桜の方か、公園は。あの上はちょっと登れそうもねえな。ちょっと高いな。どっかで。うわあ。しゃあねえ、それ後にしよう。また犬の声が。この町、犬どうなってんの？百鬼夜行か。百鬼夜行ってどうなんの。ちょっと待って、セーブしてやってみようか。百鬼夜行って倒せんのかな。見込まれるぞ。ダメだ。なんだこれ。奴らが作り出した淀みに飲み込まれちまった。切り抜けるしかないぞ。なるほど、よどみね。うわちゃー、まあ、レベル上げにもいいのかな。でも速くていいな。あ、痛い。近接いいかも。近接いいかもね。よし、領域展開。あー、そっか。大成敗。うわー数多いな。邪魔するなら倒させてもらうよ。うわ、相手投げてきた。近接でもやっぱ強いかもしれん。あ、痛え。数が多いね、やっぱり。うん、そう。あ、撃ってきた。連射が効かないな。
ナタオ。戦った経験値っていうのはそんなに高くないから、わ割と跳ね返してきた。もう一発。ボディーブロー。1、2、溜めてる時間がねえ。もう一発。こいつの子は。うん、あとそれ、あと一匹。勝って。今ので最後みたいだな。はあ。ああ、集合体だけど倒せば一応。そこにいる丸手を全て倒すと別空間に留まれたら有利。あ、結局気をつけようぜ。百鬼夜行か。百鬼夜行を倒さないと全員はあれなのか、助けられないのか。それは結構大変だな。結構知らんこと多いね。慌てずに食べな。ママ、あ、いいこと教えてくれる？いいこと教えてくれると言いながら、どっか別の場所へと連れていく。はいはい。あ、地蔵の場所を教えてくれる。なるほど、ありがとう。そういうことか。ありがとう。よし、頼むぜ、お地蔵さん。ナイス。ワンワンありがとう。だからまあ犬を可愛がることもまあありなんですね。いただきます。慌てずに食べな。はいはい。はい、ありがとう。このビルだな。入り口を探すか。